モーターと発電機の実験です。ここに2つの模型用のモーターがあって、その軸がこのように接続されています。こちらのモーターは電池がつなげるようになっていて、こちらのモーターには豆電球がついています。ではこちらのモーターをこの電池で駆動させてみましょう。このように豆電球が光りますね。モーターと発電機っていうのは実はほとんど同じ構造で、こちらの直流モーターはそのまま直流発電機として使うことができます。ではここで一つ問題ですけども、この豆電球を外すとモーターの回転数はどうなると思いますか？ちょっとやってみましょう。速くなりましたね。もう一回つけるとまた遅くなる。外すと速くなります。これはまあこちらのモーターで発電を行うと負荷が大きくなって、こちらのモーターの回転数が落ちるっていうわけですね。ハイブリッド車とかでもこう発電をブレーキっていうか、まあ負荷に使っていますけども、まあ同じことですよね。